ハリス・メジュニア人は、ボスニア・ヘルツェゴビナのサッカー選手。FC シンシナティ所属。ポジションはミッドフィールダーで、主に左サイドの攻撃的 MF を務める。ボスニア・ヘルツェゴビナとオランダの二重国籍を持つ。メジュニア人は、ユーゴスラビア連邦のサライボで生まれた。1992年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争のため7歳の時に、母親と妹と共に、オランダへ移住。 父親は、後のサライボ包囲の際に亡くなった。2004年に、AG アルクマールと契約し、2005年2月20日に、ール・ディビジでデビューした。2006から07シーズンに、スパルタロッテルダムへ、レンタル移籍したが、AG に復帰後も、出場機会に恵まれず、2008年8月に、リーガーエスパニョーラのレアルバリアドリードに移籍した。メジュニア人は、 U-21 オランダ代表としてプレーし、2006年の UEFAU-21 欧州選手権で優勝。2007年、ホッペでハーン監督の下で北京オリンピック欧州予選に出場した。2009年、国際サッカー連盟のルール変更に伴い、母国であるボスニア・ヘルツェゴビナ代表としてプレーすることを選択。2010FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選プレイオフのポルトガル戦で初招集され、同年11月18日にゼニツァで行われ、ポルトガルとの第2戦で代表デビューをした。約1年後の2010年11月17日のスロバキアとの親善試合で代表初得点を記録。U-21 オランダ代表、ありがとうございます。